こんにち、ウルトラジャンピング、ミステリー案内人です。は？は？今トランポリンダイエットって流行ってるわよね。飛び跳ねるって全身の筋肉使うし、いいのかも。そうですね。でも飛びすぎにはご注意ください。うっかり大気圏を突っ切ったら大変ですからね。マリオでもそこまで飛ばないわ。さ、それはどうでしょうね。案内人さんが言うとシャレにならないわ。それではどうぞ。私の名前はカーナールカラム。大好きなものはスイーツと少女漫画と爆弾。どこにでもいる普通の可愛い殺し屋の女の子なんだけど、今ちょっと大ピンチなんだにゃー。というのも、あはは、追い詰めたよー。くそ、くそ、なんで俺がこんな目に。そんなの自分の胸に手を当ててよーく考えるにゃ。くらえって、うりゃ。私は足元にバナナの皮が転がっていることに気がつかず、踏んづけて盛大にすっ転んだ。でも、うにゃー。爆弾は見事ターゲットに的中してミッションクリア。よかった、セーフと思ったのもつかの間。貴様、ここで何をしている？って、お前は？ギア、まずい警察だにゃ。お前は爆弾魔のガーナ・アルカラムだな。あ、私を知ってる？確かにアルカラム一族は名の知れた一族だけど、不用意に名乗ったりしないし、一種の都市伝説みたいになってるはず。顔出しなんて絶対 NG。お母さんがその辺は徹底的に情報統制してるって言ってたし。あなた、一体？知る必要はない。眠れ。ギャー！くっそー！刑務所に入るなんていつ以来よー！悔しい！騒ぐな、囚人番号797！あたし、797なんかじゃないもん、ガーナだし。うるさいな。お前は懲役80年なんだ。おとなしくここで罪を償い。誰がおとなしくしてるもんですか。ちょっとジョジ踏んじゃったけど、私だって立派なアルカラム一族の人間。それに私のお兄ちゃんは趣味脱獄。よくわからないけど、忙しい合間を縫って刑務所に潜入しては脱獄を繰り返している。そしてそのエピソードを何回も私に話してきていたんだ。いいかい、刑務所の作りは基本的に似たり寄ったりだ。だから牢屋を出てからは正直そこまで難しいことはない。まあ監視とか監視カメラとか、刑務所によってはセンサーとかいろいろあるんだけど、まず一番最初にやらなきゃいけない攻略が牢屋、独房からの脱出さ。基本的な手段としては檻の破壊が手っ取り早いね。口に刃物を仕込んでおいて時間をかけて削るか、酸性の液体をカプセルに入れて口の中に仕込んでおいて、それを使って溶かすのもいいね。もしくは天井の壁を1枚ぶち抜いて配管口を通るか、小窓があるなら関節を外してそこを通り抜けるのも悪くない。大事なのは見回りの看守にバレず、なおかつ監視カメラの死角になる場所から突破口を見つけることだ。でもお兄ちゃん、これが全部ダメだった時はどうするの？そうだね。例えば、ガーナは避難用に小型爆弾を持っているだろう？それで死角になる床を破壊して掘り進めるのはどうだい？さすがにそんなところに監視カメラはないだろうし、監視を巻いて外に逃げるにはもしかしたら一番確実な方法かもしれない。今度僕も試してみようかな。えへへ。また刑務所に行くスケジュールを立てないと。お兄ちゃん、刑務所に行くスケジュール立ててるの？脱獄ガチ勢じゃん。どうせならお兄ちゃんがやったことない脱獄にしよう。それで今度私がお兄ちゃんに脱獄講座しちゃうもんね。何を騒いでいるんだ、囚人番号797。なんでもありません。こうして私は監視の目を盗んで脱獄を開始するべく就寝時間を待った。そしてよし、まずは監視カメラの場所の確認と、
どうやら牢屋の中に監視カメラはないみたいだね。でも外の廊下にはカメラが2つ。死角になるのはこの牢屋の隅っこ。よし、ここに小型爆弾を投げて。成功成功。よし、あとは気合で掘り進めるのみ。おれらーい。昔山を掘って反対側に出るっていう無茶苦茶な修行をさせられたことがあったんだけど、まさか今あの日の苦労が役に立つとは。ありがとうお母さん、私脱獄してみせます。数十分掘り進めると硬い壁にぶつかる。もしかして出口かも。そう思って私はポケットに仕込んであったもう一つの小型爆弾を投げつける。すると壁に穴が開いて光が差し込んだ。やったー、出口だー。なんだ、脱獄なんて簡単簡単。リックがアルカラムの末娘を投獄したって聞いたけど、君は他の兄弟と比べて無計画で無鉄砲なところは相変わらずのようだ。背後から聞こえる声に寒気が走る。まさかそんなことって、エンド？はい、どうも、お久しぶりのエンドちゃんです。気持ち悪。なんだい、一応君に修行をつけたこともあるんだよ。師匠に対してその口の聞き方は感心しないな。誰が師匠よ。っていうか、なんでエンドがここにいるの。あ、投獄されてるとか。この格好を見てピンとこないのかい。僕は今この刑務所の監視長なんだよ。監視長って、もちろん本物には退場してもらって。だけどね、最低。というか君を捕まえてきたのも僕の部下だよ。この刑務所は今僕の手中にあると言っていい。それも計画の一つってわけ。まあ当たらずとも遠からずかな。僕は今後のことを考えていろいろ準備しなくちゃならない。そのためにも自由にできる刑務所、死刑囚は多い方がいいからね。今後この刑務所は死刑囚専門の収容施設に作り変えていく予定だよ。そう言って相変わらず感情のこもってない笑顔を浮かべるエンド。こいつは両親の仇でありアルカラム一族の宿敵。でも私一人で討ち取れるような相手じゃないこともわかってる。それにどう考えても窮地に陥っているのは私の方。ここは冷静に、冷静に。私は思いっきりジャンプして戸棚の上に飛び乗る。おやおや、アルカラムの末娘は随分おてんばだね。ショコラはそんなことはしなかったと思うけど。うるさい、お前がお姉ちゃんを語るな。私は天井に向かって爆弾を投げつけてこじ開けることに。よし、私はこじ開けた穴へ飛び上がり監視室を脱出することに成功。でもあくまで部屋を出ただけ。エンドがこんな簡単に私を取り逃すはずがない。もうただの脱獄がとんでもない難易度になっちゃったじゃん。おいエンド、なんだ今の音は。ん？こっちから実験部屋に招く必要がなくなって大助かりってところさ。実験部屋って、まさかあの部屋に誘導するつもりか。今アルカラムの人間に手を出したらそれこそ戦争になると。さあどうなるかな。何この部屋。あ、ダメダメ、何も考えずに入ったら絶対失敗する。さっきもそれで監視室に入っちゃったばっかりなんだから。お母さんたちの言葉を思い出して、冷静に状況を把握して考えられる最悪の事態を想定しまくるの。もしかしたら足を踏み入れただけで罠が作動する可能性だって。私はここで床の違和感に気がついた。床は一面茶色いタイルが貼られている。
でもその中には黒、黄、緑、青、水色、赤、ピンクのタイルが貼られていた。考えられるのは、そのタイルの上を歩いたら罠が作動する。もしくは、そのタイルの上しか移動手段がなくて、茶色いタイルを踏んだらアウト。この二択だと思う。でもここはエンドが支配する刑務所。ぼんやり考えている時間はないみたいだった。ギャッ！扉が閉まった拍子に、私は床に尻餅をついてしまう。その時、緑色タイルの上に座ってしまった。すると、ふわー！なんと、体が大きく飛び跳ねたの。そして茶色いタイルの上に着地する。でも、特に何かが作動することはなかった。つまり、最初の読み通り、この色のついたタイルに仕掛けがあるということ。私は、もう一度ゆっくり緑色のタイルの上に乗ってみる。うわー！このタイル、上に乗ったら永遠にジャンプが続くってこと？私は茶色いタイルの上に着地してジャンプを止める。でも、ジャンプするだけなら害があるとは思えないし。すると、壁が開いて巨大な鉄球が転がってきた。やあ！え、なに？もしかしてあの緑色のタイルがスイッチだった？やばいやばい、逃げないと。私は焦って走り出したせいで、足元のタイルの存在をうっかり忘れて、黄色のタイルを踏んでいた。うわや！私はさっきより高く飛び跳ねる。そのおかげで鉄球をかわすことができた。ラッキー！今私が踏んだのは黄色いタイルだったよね。可能性の話だけど、多分このタイルは踏んだらジャンプする。それは間違いない。そして、タイルの色によって飛び跳ねる高さが変わるんだ。正解だよ！エンド！なんなのよ、この趣味の悪い部屋は！この実験部屋は、通称ジャンプ部屋。君の言う通り、ジャンプ力の異なるタイルが設置してある。2倍から100倍までね。2倍から100倍？むちゃくちゃだにゃ！この部屋にはランダムに巨大な何かが通過するようになっている。さっきの鉄球しかり、それ以外にもね。それを避けるにはジャンプするしかない。でも、ジャンプ力の高すぎるものを選ぶと、この天井を突き破って宇宙まで行く可能性があるんだよ。そんなことあり得るわけ。空中に飛び上がった時点で意識はないだろうし、風圧で体の骨は折れるし。普通に大気圏突入までに死ぬだろうさ。だからこれは人間が持っているジャンプ力を100倍にしたら計算上は宇宙に行けるっていう話だよ。そしてそのタイルのどれかは100倍に設定してある。つまり緑と黄色以外のどれか。いや、数字はランダムに入れ替わる。だから毎回タイルを踏むには慎重になる必要がある。踏まなければ罠で死ぬ。ジャンプ力が高ければ高いタイルを踏んでも死ぬ。まあ、運が物を言うってわけだね。またとんでもなく悪趣味な部屋を作ってくれたわね。そうかい。カカオなら喜んで挑戦してくれそうだけどね。ふざけないで。ふざけてないよ。僕はいつだって大真面目さ。アルカラム、君たちは甘すぎるんだよ。義理だの人情に振り回されて、殺し屋としての本分を見失い、いつか必ず失敗する。僕はね、普通の人間としては生きていけない。それならせめて自分以外の害虫を駆除して生きていこうってだけなんだよ。ただそれだけなのに、どうして君たちは僕の邪魔をするんだろうね。悪人だったら誰でも殺していいなんて無差別殺人と変わらないでしょ。それに悪を持って悪を制するなんて法律の外の話になるじゃないの。アルカラムだってやってることは違い法権だろ。笑わせるのも大概にしてほしいね。でも私たちは依頼人の思いを汲み取って。じゃあ、言い方を変えるよ。アペルピシアの依頼人は僕。そして、実行犯は僕と、
僕が配置した駒。どうだい？君たちアルカナムと何が違うっていうのさ。私は思わず黙り込む。自分たちだって殺し屋だ。人様のことを言えた義理じゃない。でも、でも、それでもエンドのやり方は気に入らない。だから止めるの。シュクレやカカオたちよりよっぽどわかりやすくていいね。正義の正義は悪になる。僕たちは交わるところもあるのかもしれないが、一番奥底の理念が交わらない。液体なのに反発し合う水と油のようにね。さあガーナ、君がここで死ねば僕たちアペルピシアとアルカラムの全面対決になる。頑張って生き延びておくれ。そう言ってエンドの通信が途絶えた。エンドとはいつか戦わなくちゃならないんだろうけど、今全面対決は多分良くない。エンド、めちゃくちゃ勢力拡大してる感じがするし、お母さんたちが何も準備していないとは思えないけど、とにかく今私が絶対やらなきゃいけないのは、生きて必ず脱獄して帰ること。改めて気合を入れ直すと壁がゆっくりと開閉する。さあ何が突っ込んでくるんだと身構えると、そこからはなんと機関車が姿を現したの。機関車？線路も走ってないのに意味わかんないよ、もう。どうしようどうしよう。100倍引いたらシャレにならない。でもなんとなくエンドは意地悪、性格が悪い、互角、最悪。だから多分緑と黄色に100倍を置くことは多分ない。そして私は毎朝黒猫ニュースの占いを見ているのだ。今日の私のラッキーカラーは青だにゃ。私は思いっきり青いタイルの上に着地すると、高く舞い上がり機関車を軽く飛び越えることができた。おっしゃ、ちょうどいい感じ。おめでとう。それは5倍のタイルだよ。ついてるにゃ。まだまだ行くよ。また壁が開き、今度は大量の巨大な丸太がゴロゴロ転がり込んできた。まあ、緑、黄色、青、次は、お兄ちゃんの気持ちになろう。あんまり考えたくないけど、エンドとお兄ちゃんは思考回路が若干似てる。確かお兄ちゃんと色の法則について話をしたはず。色には法則性がある。例えば虹の順番だったり、寒色から暖色に色が移り変わっていくとかね。例えば色の三原色、大きな三つの色を水色、ピンク色、黄色としよう。水色とピンク色が重なると青色に、水色と黄色が重なると緑色に、ピンク色と黄色が重なると赤色に、ピンク色、水色、黄色が重なると黒色になるんだ。これを使って暗号にする連中もいるからね。よく覚えていくんだよ。はーい。そうだよ、これ光の三原色だ。今用意されている7色がまさにそれだよ。そして多分100倍に置くんだったら、よし、ピンク色に落ちるぞ。ピンクの上に着地すると、今までよりは一番高く飛んで天井スレスレまで行った。でも100倍は引き当てずに済んだ。多分100倍は私の予想した色な気がする。まあ末っ子とはいえアルカラム、読みや勘は悪くないってことだね。どうするんだ、お前が見たいのは100倍のジャンプだろ。どうだろうね。この永遠にジャンプし続けるのとんでもなくしんどい。さっきのピンク色が何倍だったのかわからないけど、天井ギリギリだった。ピンクより強いやつに当たったら確実に天井にぶつかって最悪骨折れる。あ、いや、逆に強い力で天井をぶち破るのが手っ取り早い。
休んでる暇はない。すぐ次の罠が作動するに決まってる。残された選択肢の色は、え、今のもしかして。さて、じゃあ次仕掛けてみようかな。どうするつもりだ。残った色全部を100倍に設定する。おいおい、それはさすがに。いいんだよ。それにこの部屋が永遠に終わらないジャンプ地獄の拷問部屋として機能することも分かったしね。さあ、ショータイムだ。嫌な予感がした。扉の向こうからすでにゴポゴポと音が響いている。そして隙間から水漏れしていたんだ。扉が開くと予想通り大量の濁流が押し寄せてきた。最後は洪水って、マジで仕留めに来てるじゃん、あのショワルピエロめ。リック、ガーナが何色を選ぶか書けないかい。なんだ急に。そうだな、赤かな。ま、彼らは赤の一族だからね。でも僕の予想は黒だ。なぜ。まあ見ていないよ。どうじゃ。何、彼女はきっと三原色に気づいただろう。そして真ん中の中央が黒色になる。心理学的に言うと黒色に 100% を置くのはセオリーだ。そして僕は裏の裏を書くのが好きだからね。赤の一族で赤はありえないだろうし、さらに言えば黒なんて置かないだろうと思わせてってところだろうね。あのショーワル兄貴の妹なだけはあるよ。ショーワルピエロは黒を選ばなくても全部 100% にしてるくせにな。私は黒タイルを踏んだ瞬間、予想通りジャンプ力100倍だと理解した。そして体は一瞬で飛び跳ねて、あっという間に天井に。私はぐっと体を丸めて天井を突き破る。おい、本当に天井ぶち破って飛んでいったぞ。大丈夫なのか。もうダメ。よく頑張ったね、ガナ。な、あれはカカオアルカラム。やっぱり来たね。どういうことだ。いや、久しぶりだな、エンド。いや、シュクレ、末娘の危機にハセさんじたのかい。ガーナのリボンは通信機になってる。君もそれは知ってるだろ。ガーナが刑務所に投獄されたのはGPS もついているし、すぐに分かった。しかしまさかエンドが乗っ取っている刑務所に投獄されるとはね。あの子はある意味強運だよ。この施設はまだ乗っ取って日が浅い。通信を全て遮断するほどの設備は整っていないからね。休んでる暇はない。すぐ次の罠が作動するに決まってる。残された選択肢の色は、え、今のもしかして。お兄ちゃん、やっと通じた。いいかい、説明は後だ。僕と父さんが今ヘリでそっちに向かっている。ガーナはジャンプ力100倍のタイルを踏んで天井を突き破って脱獄するんだ。でもそんなことしたら。大丈夫だ、僕を信じて。わかった。捕まえた。まったく、宇宙に飛んでいけるスピードの人間を抱き止めるなんて、まあまあ無茶なミッションを用意してくれたものだよ、父さん。ご苦労様、カカオ。さあ急いで帰ろう。エンドはいいのかい。今はまだその時じゃないさ。そうだね。それじゃあね、エンド。ああ、面白いデータをありがとう。エンドも毎回毎回突拍子もない実験を思いつくものですね。でもそれだけアルカラム対策を真剣に行っているということでしょう。エンドたちとカカオたちの戦いはますます激しくなりそうですね。これからの展開もお見逃しなく。
それでは、バイバイチーン。ガーナ、わかってるだろうけど、帰ったらみっちり修行だよ。今回の君はうっかりミスが多すぎるからね。反省してまーす。バイト長引いちゃったな。もう真っ暗だし、人通りもないじゃん。怖。不審者ね。確かに出そうな雰囲気。さらわれたくないし、急いで帰るか。コン・ファラリスのお牛。地獄の案内人、ゴクちゃんだぜ。ファラリスのお牛。古代ギリシアで作られた処刑道具兼拷問道具ですね。有名なので聞いたことのある人も多いかと思います。でも今日の話は肉体だけでなく精神攻撃もしてくるっていう世にも恐ろしい拷問部屋についてなんだよな。だから俺も一応拷問器具についておさらいしてたってわけよ。勉強熱心で大変素晴らしいです。ちなみに実際使ってレビューしてみますか。いい笑顔で何とんでもないこと言ってんだあんた。ほら早く始めようぜ。あ、ここは。目が覚めると会ったこともない女性たちが何人もいる部屋の中にいた。そもそも私なんで寝てたんだっけ。バイトして帰ってその途中に不審者注意の看板を見つけて、もしかしてその不審者にさらわれちゃった。でもそれにしてはおかしい気がする。部屋は明るくて綺麗だし、誘拐するにしてもこんなに何人も一箇所に集めるもの？全然意味がわからん。ねえ、あなた。私が混乱していることを察したのか、一人の女性が話しかけてきた。私より少し年上くらいかな。人が良さそうな綺麗な人だ。私はアリア。あなたは？リンジーです。ここは何なんですか？私全然記憶がなくて。私たちもそうだった。おそらく薬か何かを嗅がされて気絶して連れてこられたのよ。私がここに来たのは1週間前。薬？1週間前？連れてこられたってやっぱり誘拐？ええ、しかもただ誘拐されるだけじゃなく、とても恐ろしい目に遭う。ここにいる女性たちはみんな拷問されるのよ。拷問って。辺りを改めて見てみると、至る所に包帯を巻いている人、自分で髪の毛を抜いている人、壁に向かってブツブツと何か言っている人、様々だ。みんなが限界といった表情をしている。彼女たちを見ていると、確かに拷問を受けているという話も納得してしまいそうだ。誰が何のためにそんなこと。何のためにかはわからない。私も普通に話しているように見えるでしょうが、限界なの。怖くて、痛くて、苦しくてたまらない。あなた、まだ元気よね。どうにかしてここから脱出を。アリアさんが何か言いかけたとき、部屋の扉が開いた。犯人だ。一瞬そう考えた。でも、すぐに勘違いだったと気づく。だって現れたのは、ニコニコと優しげな笑顔を浮かべた若い男性だったからだ。とても凶悪犯には見えない。アリアさん、助けが来ましたよ。きっと行方不明者が続出したから捜査されていたんですよ。あなた、警察官ですよね。リンジーちゃん、離れて。え？そいつが私たちをさらった張本人なのよ。選ばれたら、拷問されてしまう。S、その子はまだ目覚めたばかりなの。連れて行くのはやめて。アリア、君は優しいな。自分ももうボロボロなはずなのに他人の心配をするんだね。僕、そういう女性大好きだよ。他人を思いやれるって才能だもん。君の優しさに免じて、リンジーはとりあえず見逃そう。その代わりアリア、一緒に行こうか。一瞬の出来事だった。S はアリアさんの髪の毛を引っ張って連れ出していってしまったの。 S と呼ばれたあの男性、あれが犯人。ふと周りの女性たちの様子に気づいた。全員がガタガタと震えている。
さっきまでうつろな表情をしていた人でさえ、みんな、彼が、怖かったんだ。やっぱり、あの S って人が、女性たちに拷問を。私のせいで、アリアさんが、そんなの、黙っていられない。ちょっと、アリアさんじゃなくて、私を連れて行きなさいよ。おい、ここ開けろって。彼女にひどいことしたら、許さないんだから。どれだけ叫んでも、S は戻ってこない。この部屋の扉は内側から開かない仕組みになっているらしく、引っ張っても押しても叩いても意味がなかった。アリアさん、ごめんなさい、ごめんなさい。アリアさんが S によって部屋に投げ込まれたのは、それから5時間後のことだった。真っ青な顔で気絶していた彼女は、足の指を切断されていた。私は罪悪感や嫌悪感、恐怖のせいでその場で吐いてしまった。そんな私を心配する余裕のある人間なんてこの場にはいない。落ち着いた後自分で掃除をし、私は必死でアリアさんの看病をした。ここは地獄だ。いつ誰が S にどんな拷問をされるかわからない。次の被害者は自分かもしれない。助けて。いつも強気で楽観的な私もさすがにこの言葉をつぶやくことしかできなかった。5日後。いつか。あれから時間が経ち、私も何度か拷問をされてしまった。抵抗しようとしても、奴は見かけよりも強くて、力じゃとてもかなわない。何人かで束になれば違うかもしれないけれど、この部屋にはそんな気力のある女性はもういない。私は奴に従うしかなく、電気を流されたり、鞭打ちされたり、ここでは言えないようなひどいこともされた。おかげで体はボロボロだ。しかし、S は変な奴だった。自分で傷つけたくせに、最後にはしっかりと手当てをしてくる。それが猛烈に、不気味で仕方がなかったの。痛かったね。辛かったね。なんて、優しい言葉をかけてくるから、余計にだ。拷問している間、あいつはいつもニヤニヤ笑っている。イカれてるとしか思えないよ。この部屋のこともジュエリーボックスと呼んで大事にしているようだし、私たちは人間よ。拷問する相手をジュエリーと呼ぶだなんて飽き趣味にも程がある。リンジーちゃん、今日は選ばれないといいね。はい、だからって誰か他の人が選ばれるのも嫌ですけどね。うん、でも正直自分以外を心配する余裕もなくなってきちゃったな。ひどいよね。アリアさん、そんなことありませんよ。あなたが私をかばってくれたことは忘れてませんから。アリアさんが涙ぐむ。こうして話すことで精神を保っていないとやっていられない。一人じゃないことがせめてもの救いだった。やあみんな、おはよう。新しい仲間だよ。目が覚めたら優しくしてあげてね。突然入ってきた S はそう言ってすぐにいなくなった。床には奴が連れてきた女性が横になっている。きっと私もこんな感じで連れてこられたんだろう。アリアさん。ええ、新しい犠牲者ね。目が覚めるまで見守っておきましょう。あなたも連れてこられて3時間くらい眠っていたのよ。本当にこんな部屋があったなんて、とんでもない男ね。連れてこられた女性はパチリと目を開け、すぐに起き上がった。え？目覚めるの早くない？だって私、気絶なんてしていなかったもの。つまり、あなたは自分の意思でここに来たってこと？そうなるわね。彼女はショコラと名乗った。さらに CIA の人間だという。周りの子たちには内緒にしておいて、騒がれて犯人にバレたくはないから。私たちを助けに来たの？そうよ。ここ最近女性の誘拐事件が多発していたから捜査していたの。おおよその誘拐現場は特定できていたから、あえて深夜にその近辺をふらついてみた。奴はまんまと引っかかったってわけ。でも薬を嗅がされたのは事実なんでしょ？なんで気絶しなかったの？私鍛えているから。鍛えてどうにかなるようなものなの？とは質問しないでおいた。CIA ってすごいんだなと思って納得することにしたのよ。潜入に成功したんだから、あとはあなたの仲間が来るのを待つだけ。いいえ、まだ仲間は来ない。
誘拐、拷問の証拠をバッチリ握らなきゃ。ここにいる私たちの証言だけじゃダメなの？こんな大それた誘拐事件を簡単にやってのける人間よ。被害者の証言だけでは言い逃れされてしまうかもしれない。それに拷問の恐怖で十分な証言ができないということも多々あるの。今は緊張感でギリギリ会話できていても、解放された瞬間あなたたちの心が壊れてしまう可能性もある。そうならないようにこの場で私がケアしつつ確固たる証拠をつかむわ。まともに話せるのはあなたたち二人のようね。協力してもらえるかしら？ええ、もちろん。ええ、でも証拠ってどうやって？私が実際に拷問を受けてみるとかね。捜査官の証言なら信憑性も高いわ。それじゃああなたがしんどいじゃない。警察官だからってそんなことまでしなくても。あら、優しいのね。でも私の心配は無用よ。ショコラさんはそう言い、次は自分がターゲットに選ばれるよう振る舞うと言った。それから数時間後。さあ、綺麗なジュエリーたち、今日は誰にしようかな。やめて、私は嫌。さっきまで強気だったショコラさんが急に怯え始めた。おや、目覚めたんだね。君いい感じだな。何するのよ。いい顔。今日は君にしよう。新人だし優しくするよ。いやー、やばい、本当に怯えてる？そりゃそうだよね。やっぱりいざとなると怖いに決まってるよね。私が口を出そうとするとショコラさんは S に見えないようにそっと親指を立てた。あ、これ怯えてる演技だったんだ。弱く振る舞うことで S の拷問したい欲求を刺激したってこと？それなら私は余計なことをしない方がいい。ショコラさん、私たちは連れて行かれる彼女をただ見送ることにしたと思っていたのに。ああそうだ、今日はいつもと違うことをしたいんだよね。体ではなく心を痛めつけたいんだ。どうせだからあと何人か連れて行こうっと。ショコラさんはそれを聞き顔色を変えた。私たちを巻き込みたくはないらしい。このままだとショコラさんが S を倒してしまうかも。そうなったら拷問を実際に受けるというショコラさんの当初の目的が達成されない。 S の罪が闇の中に消えてしまうかもしれない。それだけは避けなくちゃ。私は嫌だよ、絶対嫌。私だって。さっきショコラさんはこうして S に選ばれた。きっと私たちも。そっか、じゃあ君たちも一緒に行こう。リンジ、アリア、新しい体験ができるのは楽しみでしょ？かかった。怖いけどこれでいい。ショコラさんは私たちの覚悟を受け取ったのか何も言わない。そうして私たち3人は S に連れて行かれた。着いたよ。そこはいつもの拷問部屋とは違う場所だった。よくわからない装置のようなものがついた椅子が並べられている。普段の拷問器具がびっしり並べられた部屋も怖いけれど、ここはまた違う雰囲気の恐ろしさだ。君たちの体にひどいことをするのも楽しいんだけど、精神攻撃はもっと楽しそうだと思ってさ、特別な装置を作ったんだ。ぜひ試してみてよ。一体どうするの？この椅子は僕が望む通りの世界に君たちを送り込む。僕はその様子を映像化してモニターで監視し楽しむんだ。ワクワクするな。早く座ってよ。私たちは言われるがまま席に着いた。何が起きるのかわからない。望む通りの世界に送り込むって何？頭に何かがかぶせられたかと思うと S が言った。いってらっしゃい。あ、ここは電車の中のようね。話しかけられたことに驚いて隣を見るとショコラさんとアリアさんが座っている。みんな自分の意思で話してる？本物のリンジーちゃんとショコラちゃん？ええ、少なくとも私は私の意思で話しているわ。私も。不思議なことに3人はあの装置によって同じ場所に飛ばされたらしい。ショコラさんの推理では V
VR の世界のようなものじゃないかということだった。ここで何が起きるっていうの？わからない。だけど精神攻撃を目的としているなら何か恐ろしいことが起きるはず。恐ろしいこと？ご乗車いただきありがとうございます。次は池作りです。突然猿のような見た目の車掌が現れた。池作り？まずいわ。これってショコラさんが何かに気づいたけれど遅かった。どこから来たのか4人組の小人がショコラさんを囲んでいる。その手には鋭い刃物。ショコラさん！落ち着いて。これは猿夢という階段で。ひどい。小人はショコラさんを喋らせないようにするためか一斉に彼女に群がり、その刃物で彼女の体を引き裂いていった。気づいた時にはショコラさんはただの肉塊になっていた。むせ返る匂い、自分の動機まで感じる。これは本当に VR の世界、リアルとしか思えない。ショコラさん。頼りになるはずの彼女は生き絶えてしまった。やだ、嘘でしょ。こんな拷問よりひどい。アリアさん待って、ショコラさんはこれが猿夢だって言ってた。何のことかわからないけど冷静になれば。冷静でいられる？こんなの無理だよ。S は本当に賢い人なの。私たちが叶う相手では。次はえぐり出しです。今度は大きなスプーンのようなものを持った小人が二人やってきた。まっすぐにアリアさんに近づき、そして彼女の目をえぐり出した。痛い。彼女はしばらくもだえた後、ピクリとも動かなくなった。次は私。次はひき肉です。ドリルのようなものを持った小人が現れる。その目はまっすぐに私を見ていた。階段、ショコラさんは確かにそう言っていた。もしかしたらこれは猿夢っていう階段を再現している？だったらリアルじゃない。これはただの幻。そうだよ、あの装置で夢を見せられているだけ。きっとそう。これは夢。強く念じた。絶対にこの小人は私を傷つけることはできない、そう思い込んだ。逃げるんですか？困るな。意識を取り戻すことができたんだ。忍者よくやったわ。なんだつまんない、最後まで見たかったな。元の世界に戻ってくることができた。ショコラさんは平気そうだけど、アリアさんはダメージを受けている様子。それにしてもすごい精神力だ。心からさっきの光景が幻だと信じないと逃げられないはずなのに。アリアさんは大丈夫なんでしょうね。どうかな。幻だったとはいえ本当に痛みを感じるようになっていたんだよ。今体も精神もズタボロなはず。ショコラが平気な方がおかしいんだ。私は諸事情で痛みに強いから。あれ、さっきとキャラが随分違うじゃないか。あんなに怯えていたのに妙に落ち着いちゃってさ。目的を達成したのだから素を出しても問題ないと判断したの。あなたは終わりよ。は？ S が間抜けな声を出したかと思うと、ショコラさんは拘束を解いて一瞬で彼の背後に回った。なんだよ。抵抗は無駄よ。私は CIA の職員。あなたの犯行は私が証明できる。じきに仲間が駆けつけてくるわ。あなたの悪ふざけもこれで終わり。 S の体はショコラさんによって完全に抑え込まれている。意味がないと悟ったのか、 S は一切の抵抗を見せなくなった。忍者、アリアに語りかけてあげて。まだ幻に苦しんでいる。わかりました。アリアさん大丈夫ですよ。全ては幻。 S のこともショコラさんが捕らえました。リンジちゃん。そうです、私です。もう全部終わりです。
私たち帰れるんです。アリアさんの目に涙が浮かぶ。それを見てどうしようもなく腹が立った。エス、あんたどうしてこんなことしたのよ。私を、女性たちを拷問して何がしたかったの？答えなさいよ。僕はさ、お母さんが大好きだった。怖かったし、何かといえば僕を殴る人だったけど、唯一の家族だったんだ。満足するまで僕を殴った後は必ず手当てしてくれた。本当は優しい人だった。ただ自分のことをコントロールできないだけだったんだ。そんなお母さんはある日事故に巻き込まれて死んじゃった。車と車の間に体が挟まってひどいものだった。その時ね、助けてって僕に頼む顔がとっても綺麗だったんだ。痛みと恐怖と苦しみでぐちゃぐちゃの顔、忘れられない。僕、あの顔がまた見たくて。お母さんはもういないから他の人で補おうって思いついたんだ。それでジュエリーボックスに入れた君たちをひどい目に合わせた。歪んだ顔を見るたびに大好きだったお母さんに再会できたような気持ちになる。幸せなんだよ僕は。あの瞬間がないと僕はもう生きていられない。あまりにも勝手な答えに寒気がする。確かにかわいそうな部分もある。だからって許されることじゃないよ。僕特別でしょ。イカれてるよね。こんな人間他にいないと思う。逮捕されたら有名になれちゃうかな。お母さんはさ、僕が何もできない子だってよく言ってた。でも有名になったらお母さんも認めてくれるはずだ。何うぬぼれてるの？え？ウォークン型サディストって言葉知っているかしら。反撃できないような相手を選び、暴力で相手を萎縮、恐怖させ、それに満足感を覚える。自尊心の低さ、精神的な不安定さがそういった人格を形成する。わかる？こんな言葉が作られてしまうくらい、あんたみたいな馬鹿げた人間がたくさんいるのよ、この世の中には。特別だなんて、笑えるわ。S、あなたに注目する人なんてどこにもいない。そんな、嘘だ。うわぁ！ S はよっぽどショックだったのか、それ以上話さなくなった。それから数分後、ショコラさんが校内に隠していたという通信機によって呼び出された CIA が駆けつけた。私とアリアさんはもちろん、ジュエリーボックスにいた女性たちも無事救出。S は心を折られたまま逮捕されていった。こうして、拷問部屋誘拐事件は解決したんだ。数年後。危ない！ギリギリセーフ！セーフって言えるのかしら？一分遅れよ。セーフの範囲内じゃないですか？まあいいでしょう。私とアリアさんはあの事件以来友人となった。ショコラさんの手配でしっかりとしたカウンセリングを受けて、今はもう心身ともにすっかり元気だ。他の女性たちも穏やかに過ごしていると聞いている。改めてショコラさんにお礼を言いたいけど、彼女もう CIA を辞めちゃったんだって。またいつか会えるといいな。胸クソ悪い事件だったな。ちなみにあの S ってやつはどうなったんだ？もうすぐ死刑執行予定ですね。地獄でもとびきり辛いところに落ちるのは確定しています。彼の被害者となった女性や彼のような加害者にひどい方法で殺害された人間が S に代わる代わる拷問をする予定です。そうか。まあでも最後母親と同じ気持ちが味わえるんだ。ある意味幸せかもな。さてこの後リンジーとアリアにとあるサプライズが起こります。おまけもお楽しみに。それではまた、バイバイチーン。今日は評価の高いカフェに行こうと思います。楽しみ。この辺なの？はい、カフェアビアントってところです。あ、あった、あそこですよ。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。あなたが話しに来てくれると囚人たちもありがたがるんですよ。
それは私としても嬉しいことです。罪を犯した者たちにも安らぎの時間は必要ですからね。本当に慈悲深いお人だな。それでは中へどうぞ。こんばん、可視化シリーズ地獄の案内人ゴクちゃんだぜ。今日は黒猫ファミリーのみんなにはおなじみの可視化シリーズってやつらしい。いろんな数字が可視化されるなんて恐ろしい話だよな。一斉さんから可視化の話はこれからも出てくるから勉強のために紹介するように言われてるんだ。それじゃ早速行ってみようぜ。突然だが、みんなは教会士という職業は知っているか？あまり聞き慣れない言葉だ。知らないという人も大勢いるだろう。簡単に説明すると、刑務所に入っている囚人たちに教えを与える職業だ。道徳や倫理、宗教の教えを伝え、心のケアや矯正を行う。罪を犯す人間はそもそもそういう人として大切なものがぽっかり抜け落ちていることが多いからな。教会士は道徳と倫理を教える一般教会、宗教を教える宗教教会がある。前者は刑務官や法務官などが担当し、教会士を採用している刑務所では基本全員参加。後者は特定の宗教家、例えば坊さんや神父などが担当し、囚人が自分に合った宗教の教えを聞くことができる自由参加。俺は宗教教会士だから、囚人たちが希望した場合にだけ教えを説いているんだ。教会士になるには、教会士委員会や宗教の偉い人たちの推薦を受けなければならない。俺はまだ30代半ばだが、熱心に活動しているってことで教会士に選ばれることができた。国によって細かい部分は違うんだろうが、俺の国ではそんな感じ。ああ、俺の宗教が何かはここではぼかすことにするよ。宗教問題ってのはどこに行っても根深いからな。ってわけで、今もその仕事の真っ最中だ。神はどんなあなたも見捨てません。罪を償う意志があるのなら、毎日祈りなさい。あなたが傷つけてきた人に心から謝罪するのです。ああ、イアン様、ありがとうございます。あなたの言葉のおかげで私は囚人は涙を流しながら俺に礼を伝えてきた。と、遅くなったが、俺の名前はイアン。宗教教会士で罪を犯した人間と向き合って話をするなんて立派なものだと思われるかもしれないが、俺は純粋に罪人を救いたいという気持ちでこんなことをしてるんじゃない。むしろ、誰よりも罪人たちを憎んでいる。持ってきたカバンに潜ませた包丁で今すぐに切りつけたい。と思うほどにはな。でも、この囚人は俺が探していたやつではなさそうだな。こんな数字、俺が探している罪人ではありえないだろうな。俺だけに見えているこの数字が何なのか。俺は誰を探しているのか。君たちにだけこっそり説明しよう。すべてが始まったのは、俺が10歳の冬のことだった。ああ、今日も楽しかった。もうこんな時間？お母さんに叱られる。友達と夢中で遊んでいた俺は、帰宅すると約束していた時間をだいぶオーバーしていたことに気づき、慌てて自宅に向かった。自宅では両親が待ってくれているはずだった。だってその日は母さんのお腹の中にいる赤ん坊の性別を発表してもらう予定だったから。両親はとっくに病院から戻ってきて、俺の夕飯を作って待ってくれていると思っていた。赤ちゃんどっちかな？弟だったら嬉しいな。でも自宅に到着すると、そんな楽しい気持ちは一気に消え失せた。何これ？パトカーや警官がいっぱいいた。救急車も。どういうこと？イアン君。俺が呆然としていると、近所に住んでいたリツというおばさんが駆け寄ってきて抱きしめてくれた。よかった、あなたは無事だったのね。リツおばちゃん、みんな僕の家で何してるの？それは。おばさんは涙を流しながら、何度も引っかかりながら家で起こったことを話してくれた。どうやら家に殺人鬼が現れたらしい。家の中には当然俺の両親がいた。殺人鬼は殺す相手は誰でもよかったらしく、俺の両親を、それはもう無残な方法で殺害。母さんのお腹の中にいた赤ん坊も助からなかった。私、お裾分けをしようと思ってあなたの家に行ったの。
電気はついているのに出てこないものだからおかしいと思ってドアノブを回した。そしたら鍵が開いていてね、嫌な予感がして中に入ったら、ごめんなさい、私がもっと早く行っていたら、犯人はとっくに逃げていたから姿もわからなくて、本当に私役に立てなくて。泣き崩れるおばさん。俺はその時もまだ状況が把握できていなかった。お父さん、お母さん、赤ちゃん。俺はそこで意識を失った。目が覚めた時、そこは病院だった。警察は俺だけでも助かってよかった。絶対に犯人は見つけると優しく誓ってくれた。犯行現場の様子から犯人は至って冷静に犯行に及んだということ、手慣れているようだということ、他にも犯罪を重ねているのではないかということが分かったらしい。俺は施設行きになるところだったが、親戚のおじさんが引き取ってくれた。リツおばさんも俺を気にかけてくれて、周りが随分サポートしてくれたおかげで、精神的にもかなり助けられていたよ。そしてその頃、俺は不思議な能力を手に入れた。人間の頭上に数字が浮かぶようになったんだ。その数字は、その人が犯した罪の数だった。俺にだけしか見えないその数字。これをヒントにすれば、犯人探しができるんじゃないかとひらめいた。家族殺しの犯人は手慣れているとのことだ。そこら辺にいる人間とは数字の大きさが違うだろう。周りの人間の数字は3桁が多い。嘘をついたとか悪口を言ったとか万引きしたとかいじめをしたとか、そういうことでも数字は増えていくから、思っている以上に数字はでかくなる。善人だと言われている人でも、俺が見たら頭上に200と出ていることなんてザラさ。だからきっと数千とかそんな数字を持つ人間が犯人だ。僕が仇を取ってやる。幼い俺はそう決心した。で、今に至るってわけだ。警察になればよかったのかもしれないが、俺は教会士を選んで正解だったと思っている。警戒されることなく罪人に近づけるし、その人間の本音も聞くことができる。警官だったらここまで相手に心を開かせて探りを入れるのも難しかっただろうな。もちろん犯人はまだ捕まっていない可能性もあることは分かっている。でもやっぱり外の世界は多くてもせいぜい300から700の数字を持つ人間がほとんどなんだ。俺が探している凶悪犯はそんな数字ではないはず。これまで見た最高記録は5000近い数字を持つ男。そいつは殺人鬼で詐欺や暴行にも手を染めていた。でも目的の人物ではなかった。じっくり話をし、全ての罪を懺悔させたが、俺の家族を殺してはいなかった。俺は自分の目に自信を持っている。自分の話術にも。だからその男が犯人ではないのは確実だ。俺は刑務所を転々とし、今も犯人探しを続けている。いつ見つけてもいいように包丁を持ち歩いているが、俺はどうしたいんだろう。本当に見つけ出すことができたら、この包丁で襲いかかるのだろうか。考えても答えは出そうにない。今はただ見つけ出せるかどうかを考えることが大切だ。今日はこの後もう一人と話すことになっていたよな。新しい囚人だから犯人の可能性もある。集中して仕事しよう。俺は看守に頼み、次の囚人を呼んでもらうことにした。対話は基本1対1で行う。密室だし俺にとっては都合がいい。教会士か、そんなの呼ぶ刑務所初めてだよ。その男を見た瞬間、俺は椅子から転げ落ちそうになった。なぜって、そいつの頭上の数字は今までで見たこともないほどとんでもないものだったんだから。どうかしたの？いや。そう？顔が真っ青だよ。その男の名はカカオ。最近入ってきたばかりの新人らしい。俺の手元の資料には罪状詐欺とあるが。カカオ、君は詐欺を行って捕まったとのことだけど、間違いないのかい？詐欺？ああ、そういう罪状にしていたのか。うん、そう。僕は詐欺師だよ。カカオがそう言った瞬間、数字が増えた。つまり罪を犯したということになる。この場合俺に嘘をついたってことだ。カカオは詐欺師ではない。こんな数字
ありえない。カカオは史上稀に見る犯罪者だ。長年の経験で分かったことだが、例えば、あるボスが戦いの中で部下に敵を倒すことを命じたとする。その命令により亡くなった人が100人いたとして、ボスの頭上にプラスされるのは100ではない。殺人を命令したという罪で1だけプラスされる。罪が大きければ大きいほど数字が大きくなるわけではないんだ。つまり、このカカオは純粋に14万回近くコツコツと犯罪を重ねてきた。もしかしたら、こいつが俺の家族を。ねえ、宗教の教えを説いてくれるんじゃないの？僕結構楽しみにしていたんだけど。ひょうひょうとしているカカオ。俺は彼のあまりにも大きな数字を見て、冷静さを失ってしまった。前が。何？お前が俺の家族をやったのか！おっと、これは急展開だね。カカオはいとも簡単に俺の持っていた包丁を叩き落とした。くそ！そこまでだ。無理に動くと骨が折れちゃうよ。情けない。俺は一瞬にしてカカオに負けてしまった。一体何があったのさ。話すまで解放しない。ここはプライバシーを守るため監視カメラもない。監視が駆けつけてくることもないだろう。そもそも包丁を持ち出して襲いかかったのは俺なのだから、叫んで助けを求めるのもおかしな話だ。わかった。話す。俺は過去の話をすべてカカオに話した。なるほど。でも僕、犯人じゃないよ。なぜそう言い切れる？お前は相当な数の罪を犯している。殺人だってやってるだろ。俺の家族を殺していないと、なぜ言い切れる？だって、年齢考えてみなよ。君、30代半ばでしょ？で、10歳の頃に家族を殺された。今から20年以上前の出来事だ。その時僕、生まれていたかどうかも怪しいんだけど。仮に生まれていたとしても、まだ赤ん坊じゃない？ああ！俺は自分でもわかるほど、みるみるうちに血の気が引いていった。そんな単純なこともわからないほど我を失っていたなんて。確かにそうだ。悪かった。カカオが犯人なんてありえないよな。もう一つ気になることがある。君、僕が相当な数の罪を犯しているし、殺人もしているに違いないと言ったね。資料には僕は詐欺師としか記載されていないだろうに、どうしてそう思ったの？信じられないだろうし、俺が正気かどうか疑うことになるだろうが、それでも聞きたいか？もちろん。俺は人間の罪の数が可視化される能力を持っていることも話した。今まで酔った時に誰かに話したことはあるが、いずれも馬鹿にされて終わるだけだった。それなのに、カカオは目を輝かせて俺の話を信じたんだ。すごいね。君のその能力、犯人探しに向いているよ。信じるのか？うん。僕もいろんな経験をしていてさ、〇〇が可視化するっていう世界を味わったこともあるし、そういう能力を持つ人間がいるのもおかしな話ではないと思うから。柔軟すぎるだろ。で、僕の頭上の数字は何だったわけ？ 139,446 だ。詐欺師だと嘘をついた時1増えた。すごい数字。これまでにそんなに悪いことしてきたのか。こんな数字の人間が詐欺師だけなわけがないと思ったんだ。で、殺人を犯しているという俺の見立ては正しいのか？カカオはにやりと笑い、否定も肯定もしなかった。まあ、あんたが俺の探している犯人じゃない以上、深入りはしない。でも、捕まるなんて油断してしまったんだな。捕まったわけじゃないよ。僕、刑務所に遊びに来るのが好きなんだ。いろんな経験ができるからね。今回も自分で適当に罪状を作り上げてここに潜り込んだんだよ。そんな、まさか！さすがにそんなことするやついないだろ。目の前にいるよ。実際こうして君と出会えたのも僕にとっては面白いことなんだ。カカオはそこまで言うと何かを考え込み、そして俺の目を見て笑った。これも何かの縁だし、君の犯人探しに付き合おう。
そこからは早かった。カカオはあっという間に何か手続きをし、いとも簡単に刑務所を出てしまった。監視もポカーンとしていたよ。何が起きているのかわからないのに、上からカカオを出所させようと言われたんだから。あんた規格外のすごいやつだな。犯罪王か何かか、警察の上層部の弱みでも握ってるのか。内緒だよ。犯罪を繰り返している悪いやつであることには間違いないのに、なぜかカカオを憎むことはできない。そもそも俺の家族殺しの犯人に付き合おうだなんて、どんなお人よしでも言ってくれなかった言葉だ。さてこれからどうする？まずは君が今までやっていた方法で犯人探しを続ける？ああそうだな。刑務所に行けば一般人よりも頭上の数字がでかい奴らに会うことができる。カカオにも俺の見た数字を共有するから、一緒に怪しい奴をあぶり出してくれ。わかった。ところで君、教会士として働いているときはすごく穏やかな喋り方をするようなのに、僕には割と最初からそんな感じだったよね。そりゃあんな数字見て冷静でいられるわけないからな。へへ、敵討ちをしたいのなら冷静さが何より必要だよ。それから俺たちはいくつもの刑務所を回った。2300、3900とでかい数字のやつはいたが、カカオによると大した犯罪者ではないという。怪しい人間は見つけることができなかった。一旦作戦を練ろうと俺たちは俺の自宅に向かったんだ。ここ一人で住んでいるの？すごく広いね。ああ、ここは実家なんだよ。犯罪現場になった家、どうにも離れられなくて、今は親戚のおじさんの家を出てここで暮らしてる。辛いとは思うけど、事件当時の話を聞きたい。家族はどこで殺されていたの？応接間だよ。リビングと応接間は別？ああ、来客がある時に応接間を使っていた。おかしくない？君の両親は応接間に犯人を招き入れたってこと？俺も不思議だったんだが、警察によると犯人が押し入ってきた時にそこまで逃げたんだろうとのことだった。接客用の飲み物のカップとかも出ていなかったし、その説で納得したよ。なるほど。家族がいなくなるのは辛いね。君の兄弟も一緒だったんだろう？ああ、今でも苦しいよ。カカオは非情だと思っていたが、家族を大事にしているらしい。自分にも姉と兄、妹がいるらしく、家族仲がいいんだと話していた。その時だけはカカオの目はほんの少しだけ優しかった気がする。おや、来客かい？この時間はリッツおばさんだ。リッツおばさん？ほら話しただろ、家族の遺体を発見してくれた人だ。親戚のおじさんと一緒になって、まるで親のように俺の面倒を見てくれた。今でも夕飯を届けてくれるんだ。頭が上がらないよ。いい人たちに恵まれたんだね。彼らの頭上の数字は？俺の親戚のおじさんは200くらいで、リツおばさんは最近ようやく100超えたくらい。どっちも善人さ。犯人探しする俺を止めたいようだが、こればかりはな。僕の数字とは文字通り桁違いだね。でもね、イアン、僕考えたことがあるんだ。ごめんカカオ、ちょっと待っててくれ、おばさんを中に入れるから。わかった。カカオ、今日は多めにおかずがあるらしい。お前も食べろよ、おばさんの料理はうまいんだ。あなたがカカオさん、イアンのお友達なんだってね。遠慮せず食べて。はじめまして、ありがたくいただくよ。準備をして食卓に着こう。俺たちは3人で支度をし、テーブルを囲んだ。カカオは食が細いのか、皿に取り分けただけで口に運ぼうとはしない。どうしたカカオ、腹減ってないのか？そんなことないよ。でもまずは話しておきたくて。君の家族を殺した犯人のこと。ちょっと、やっぱりまだ諦めていなかったの？嘘ついてたのね。あ、いや、カカオ、リツおばさんの前でそんな話、ごまかされる方が嫌だわ。カカオさん、気にせずに話してちょうだい。俺が止めるのも聞かず、カカオはリツおばさんに向けて話し始めた。警察によると、犯人はこれまでもたくさんの犯罪を繰り返しているだろうとのことだった。
それは現場の状況からの判断だ。手慣れた手口だったらしいわね。あんなこと冷静にできるなんておかしな人間なのよ、犯人は。でも僕は警察のプロファイリングが間違っている可能性もあると思う。どういうことだ？人間ってさ、不思議な生き物だよ。やったことがないことなのに覚悟を決めたら淡々とこなせることがある。もしかしたら犯人は君の家族を殺すまでは善人だったのかもしれない。今も穏やかに暮らしている。犯罪とは縁遠い人なのかもしれない。そう思ったんだ。いやいや、まさか。もしそうだとしたら今まで俺がやってたことは無駄になるじゃないか。あくまで可能性の話だよ。視野を広げるのは大事だ。凶悪な犯罪者じゃなく善人にも目を向けるべき。そういうこと。疑わなければならない人間は増えるけど、結局は犯人探しの近道になるかも。犯罪を人よりも多く重ねているカカオが言うと説得力があった。確かに善人がある日突然犯罪者になるという可能性もゼロではない。でもやっぱり納得できない。今までは無差別殺人を犯す凶悪犯だと思っていたから俺の家族が犠牲になったのもまだ理解できた。仮に犯人が善人なら俺の家族に確かな恨みを抱いていたってことになるだろう。俺の家族はそんな人たちじゃなかった。温かくて優しくていつも親切でなあ、リツおばさん。その通りよ。彼らは本当にいい人たちだった。カカオさん、彼らを知らないからこそそんな可能性を解いてしまったのだろうけど、ありえないわ。やっぱり犯人は凶悪で何度も犯罪を繰り返している人間よ。まあそっか、ごめん、忘れてくれていいよ。イアン、これまで通りコツコツ刑務所に出向いて犯人を探そう。カカオはまたリツおばさんを刺激するようなことを言う。教会士をしているのは犯人探しのためだっておばさんは知らないのに。は？反対です！あなた、復讐のために仕事をしていたの？もう犯人探しはやめなさい！もし見つけたとしても、いや、あなたじゃ勝てないわ！おばさん、俺も強くなったからさ、落ち着いて！落ち着いていられますか？もしあなたに何かあったら、あなたの両親も妹も悲しむことになるのよ！あれ？おかしいな。どうしてイアンの兄弟が妹だと知っているの？心臓がバクバクとなっている。胸が苦しい。そう、おかしいんだ。リツおばさんが俺の兄弟の性別を知っているはずがない。俺さえ知らない。実は家族が亡くなってしばらく経ってから警察から検視の結果、赤ん坊の性別が分かったと知らされた。でも俺はそれを聞くことを拒否した。弟だろうと妹だろうと俺の大事な兄弟に変わりはないし、俺はその知らせを両親から聞くと約束していたから。だから兄弟の性別は一部の警察と俺の親しか知らないはずなんだ。え？おばさん、俺が警察から赤ん坊の性別を聞かなかったこと知ってるよね。おばさんも俺に兄弟は男の子と女の子どっちだったんだろうねって話してたよね。どうして妹って断言したんだ？私、実は昔知ったのよ。あの日あなたの両親に聞いていて。おばさんが家に来た時には両親は死んでいたんでしょ。その証言を覆すつもり？警察に聞いたってごまかすのも無理だよ。家族でもないあなたにそんな情報は渡らない。リツおばさんはガクガクと震えながら涙を流し始めた。違う、私本当にそんなつもりなくて。気づいたらあなたの両親が。何があったんだよ。おばさんは観念したように語り始めた。あの日おばさんは証言通りお裾分けをしようと俺の家を訪れた。両親はまだ生きていて応接間に通された。その時妊娠したと告げられたらしい。性別は女の子。イアンの妹が生まれるんだ、と。おばさんは、それが妬ましかった。彼女は子供ができないことが原因で、最愛の夫に捨てられたばかりだった。
傷つきながらも明るく振る舞っていた。子供を見ることさえ辛かったのに、俺に優しくしてくれていた。それが、全部裏目に出た。俺の両親は、言ってしまった。子供が好きなら、リツさんも早く子供を作ったらどう、と。両親は彼女が夫と離婚したことを知らなかった。そして、子供ができない人がいるということに配慮することができず、悪意もなく傷をえぐった。気づいた時には、血の海だった。私は急いで出されていたカップを洗って証拠を隠滅したの。家に戻って着替えて、何食わぬ顔で遺体を発見したふりをした。あとはいや、あなたの知っている通りよ。私は嘘をつき、あなたを息子のように可愛がった。ごめんなさい。ごめんなさい。あの時の私は、どうかしていたの。おばさんは、顔を覆って泣いている。頭上には108の数字。おばさんは、紛れもなく善人だ。頭上の数字が増えるのも、ちょっとした嘘をついたとか、そのくらいのレベルだった。そんな人が、ずっと探していた犯人だった。おばさん、俺の家族を殺したこと、後悔してる？当然よ！忘れたことなんてなかった！自首も何度も考えた！でも、そうなったら誰があなたを見守るの？あなたの親戚のおじさんもいい人だったけど、彼だけじゃあなたを守れなかった。おばさんの頭上の数字は増えない。本音で話しているということだ。あなたには同情する点も多いよ。でも、イアンを守るだって？彼を孤独にした本人が言うことではない。君はどこまでも自分が大事だったんだ。イアンを息子のように可愛がることで自分を慰めていただけ。決して許されはしないよ。俺は、カバンの中にある包丁には目もくれず、電話を取り出して通報した。彼女には、しっかりと罪を償ってもらいたいと思ったから、復讐は、しないことにした。こうして、俺の犯人探しの幕が閉じたんだ。数ヶ月後、あの日以来、初めてカカオに再会した。突然電話がかかってきて呼び出されたんだ。カカオ！やあやあ、思っていたより元気そうだ。あんた何者なんだ？あの日も気づいたらいなくなってたし、かと思えばこうして接触してくるし。僕は僕だよ。君が元気か気になって電話しただけだしね。あれからどうしてる？おばさんは罪を認めて裁判の最中だ。刑務所行きになるだろうな。そっか。お前は俺の知らない間にまた頭上の数字を増やしてるな。何したんだよ。ノーコメント。嘘嘘。俺にはもう罪の数が見えなくなった。目的を果たしたからなのか何なのか、最後まで謎の能力だったよ。これからは能力に振り回されず前向いて生きていく。人の罪の数なんて見えて得することなかったし。そっか。ま、理想の展開だったと思うよ。俺もそう思う。両親と妹のためにも幸せにならなきゃな。まずはそうだな、今の仕事にしっかり専念するさ。ところでカカオ、お前最初からリツおばさんが怪しいと思っていたのか？なんとも言えないね。でも第一発見者を疑うのはミステリーの基本だろ。それに身近な人が犯人の可能性があるとは最初から思っていた。手当たり次第鎌かけようと思っていたら最初に犯人が当たった。そんなところさ。カカオ、頭いいんだな。俺はそんなこと思いもしなかった。あんたに出会えてよかったよ。それは僕も同じだよ。貴重な経験をありがとう。カカオに礼を言った後、俺たちは別れ、二度と会うことはなかった。その後、俺が教会士として多くの罪人の心を救うことになるのは、また別の物語だ。うわあ、すごい能力だったな。まあ、最後は救いがあってよかったよかった。って、なんだあの数字。っていうか、俺にも罪の数が見えるように。って、だとしたらあの八尺様、刑務所好きの殺し屋の10倍ってことか。
どんな凶悪妖怪だよ。あら、ホクちゃん、お仕事ご苦労様。1500？ うん？何の話よ。なんでもねえ。人は見かけによらねえってことだな。案内人さんの数字も気になるところだが、まあ、知らぬが仏ってことだな。やあ、おばさん。イラン？今日は教官士として会いに来たよ。神はあなたを見捨てない。一緒に祈りを捧げよう。ありがとう。ありがとう。いや。おい、てめえら、この公園を勝手に使うなっつってんだろ。出たな、脳筋ゴリラめ。今日こそやっつけてやる。やめとこうよ、ウェスカ。やっちゃってください、親ビン。ねえねえ、このポテト今なら半額だってよ。みんなも買いに行こうよ。黙ってろ、ポテト好きめ。はぁ、うるさいわね。これじゃあ読書に集中できないじゃない。やばい、面倒なことになるって直感が言ってる。こんばん。テレレンテレレンテレレン。ポテト揚げたてですよ。ミステリー案内人です。あー、その音聞くとポテト食べたくなるわね。ま、今日のお話とは何にも関係ありませんけどね。関係ないかい。さて、今日はショコラが公園で巻き込まれたキッズバトルのお話です。まさかのショコラがモテモテに。それではどうぞ。僕の名前はマイキー。この公園で友達のウェスカーと遊ぶのが毎日の楽しみなんだけど、この公園には面倒な友達、友達なのかな、とにかく面倒なクラスメートがいるんだ。おい、お前くじ引きで後ろの席引いただろ。俺様と交換しろ。そうだそうだ、交換しろ。ガキ大将のパーカー。パーカーは体が大きくて空手を習ってるから強い。それでクラスメートを脅して何でも言うことを聞かせようとするんだ。隣のジェイクはそんなパーカーの腰巾着。あとそれから。ねえねえ、大変だよパーカー。ジェイク、どうしたんだよ。今日近所のスーパーでハンバーガー投げ売りだって。行かなくちゃ。そんなのどうでもいいわ、この食いしん坊め。バリーはちょっとずれてるっていうか、別にパーカーたちの仲間って感じでもないけど、なんか一緒にいるからとりあえずパーカー派にカウントしてる。とにかく面倒な連中で、クラスメートも白い目で見てるっていうか距離を取ってる。うるせえ脳筋ゴリラだな。なんだと？うるせえ脳筋ゴリラにうるせえ脳筋ゴリラって言って何が悪いんだよ、ゴリ。ウェスカ、語尾がゴリになってるよ。語尾にするならウホの方がいいよ。確かに。おめえらバカにすんのも大概にしろ。ああ、暴れるしかない脳筋ゴリラめ。先生呼んでくるか。あ、そうだ、体育の Z 先生がいいか。怖いよな、あの先生。元ボクサーだもんな。げっ、くっす。もう覚えてるわ。ま、待ってくださいよ、親ビン。まだハンバーガー投げ売りの時間じゃないよ。黙らっしゃい、このおバカ。はあ、やっと静かになったぜ。早くクラス替えしたいな。放課後僕たちはいつものように近所の公園で遊ぶことに。というのも、ウェスカーのお母さんと僕のお母さんは同じ職場でパートをしていて、時間になるとこの公園に迎えに来るということになっているんだ。今日は何するか。あ、そうだ、パーカーそっくりの人形作って砂場に埋めようぜ。僕お裁縫は得意じゃないけどできるかな。マイキー、嫌なことは断っていいんだぞ。お前何でも前向きにチャレンジしようとするじゃん。そう、ウェスカーと遊ぶと何でも楽しいよ。俺と一緒にいてそんなこと言うのはお前くらいだわ。そうかな。僕らが公園でそんな話をしていると。おい、てめえら、この公園勝手に使うなっつってんだろ。ぎ、
この公園で僕たちはほぼ毎日遊んでいるんだけど、そのことを聞きつけたパーカーたちが最近やってくるようになった。この公園で遊びたいっていうより僕らに難癖つけたいだけというのが見え見えで、正直うんざりしている。でもそれはウェスカーも同じようで。出たな、脳筋ゴリラめ、今日こそやっつけてやる。こっちもてめえにはイライラしてたんだ、かかってこいやと一足触発状態。でも僕らが力でパーカーに勝てるはずもないので。やめとこうよ、ウェスカー。やっちゃってくださいおやべ。ねえねえ、このポテト今なら半額だってよ、みんなも買いに行こうよ。黙ってろポテト好きめ。こんな感じでパーカー VS ウェスカーの図になってしまった。どうやって止めようかとあわあわしていると、はあ、うるさいわね、これじゃあ読書に集中できないじゃない。誰？トンネルから一人の女の子が出てきたんだ。真っ赤な髪に真っ白い肌、この辺じゃ見かけない顔だなと思って見ていると、パーカー。さっきまで闘神メラメラって感じだったパーカーが顔を真っ赤にして固まってしまったのだ。一体どうしたんだろう。それを見てなんかウェスカーはニヤニヤしてるし、やばい、面倒なことになるって直感が言ってる。私の名前はショコラ・アルカラム。暇つぶしに公園で本を読んでいたら子供たちが集まってきた。最初は気にしないようにしていたんだけど、あまりにうるさいから出てきてしまったの。そうしたらなんかよくわからない子供その1が私の方を見て明らかにヤバい顔をしていた。前任務で母さんが敵に惚れ薬を飲ませた時の反応と似ているけど、今私はもちろん惚れ薬なんて使ってない。だとしたらはちゃめちゃに面倒なことになるのは目に見えているわ。ここはそうね、じゃあそういうことで。ちょっと待って。何よ、私は急いでいるの。どきなさいクソガキ。いや俺ら多分年齢そんなに変わらないよね。気の強さもたまらない。おやびなんかバカほどだるくなりそう。おい、そこの、あ、赤髪色白ベース。女の子がその場を去ろうとするとパーカーはいきなり大声で呼び止める。さすがの僕でも好きな子に意地悪してる男子っていうのがすぐわかるくらいパーカーの顔は真っ赤だった。しかしそんなことは女の子に伝わるはずもなく、もう般若みたいな顔でパーカーを睨みつけていた。誰がブスですって、100回ビンタした後ぶん回して山まで投げ飛ばすわよ。こわ。甘いな、その後池に沈めろ。あら、あなたなかなか筋がいいわね。嫌いじゃないわよ。この二人絶対混ぜるな危険コンビじゃん。ウェスカーと意気投合できる女の子なんて絶対危ないに決まってる。そう思いながらちょっと引いた目で二人を見ていると、パーカーが仁王立ちで女の子に名乗り始める。俺様はパーカーマーブル、この公園の長だ。公園の長、何言ってるのかちょっとよくわからないわね。パーカーはそのいわゆるガキ大将みたいなやつでさ、この公園は自分たちのものだから出て行けって言うんだよ。この公園の管理者なの？もしくは土地の所有者とか？そんなわけねえじゃん、ただの小学生だよ。見た目は子供、頭脳も子供、その名も小学生子供。それ本当にただの子供だよ、ひねりもへったくれもないよ。じゃああなたのものでも私たちのものでもなく、みんなのものじゃない。はい、解散。待て、話が早い、ちょっとついていけない、ゆっくり喋って。どっさ、これだから脳筋ゴリゴリゴリリーヌは。もはやゴリラですらないじゃん、なんなのゴリリーヌって。あ、それ知ってる、美味しいよね。まさかマドレーヌを思い浮かべてないよな。ああ、それも美味しいよね。ツッコミが僕一人じゃ足りないよ。はあ、もういいわ、とにかく私はもう帰るから。待て、俺と勝負しろ。勝負ですって、
ちょうどこの二人と俺様と俺様の子分でこの公演をかけたバトルをするところだったんだ。3対2じゃかわいそうだからな。お前が混ざって3対3になるんだ。いや、バトルするなんて初耳なんですけど。いい機会じゃねえか。俺もそろそろうんざりしてたところだ。ウエスか。ちょっと体がでけえだけで威張り散らしやがって、クラスのみんなも迷惑してんだよ。迷惑？当たり前だろ。お菓子をよこせだの、席変われだの、宿題見せろだの、何様だっつう話だよ。断ろうとしたら拳をちらつかせるあたりも気に入らねえ。本来なら暴力事件で訴えてもいいんだからな。それと恫喝、脅迫。恫喝？カツレツの仲間かな。とにかく本来ならおめえは豚箱行きってことだ。でも俺らは子供だからそうはならねえ。だからこの場で決着をつけてやる。俺らが勝ったら二度と威張り散らすなよ。わかったな。上等だこの野郎。パーカーに話をつけたウェスカーが女の子の方へ話しかけた。おい、俺はウェスカー、こいつはマイキー、お前は？ショコラよ。巻き込んじまって悪いが、協力してくれねえか。女のお前に怪我をさせるようなことはしねえからよ。むしろ足手まといにならないことね。私もそこのゴリゴリゴリリーヌにはイライラさせられたし、一発殴って帰らせてもらうわ。俺様はパーカーだ。ゴリゴリゴリリーヌじゃねえ。それで何で対決するつもりなの？怠慢なら話は早いんだけど。まあ焦るなよ。女がいるんだ、殴り合いなんて紳士じゃねえよ。というわけで鬼ごっこだ。ああ？おっと、ただの鬼ごっこじゃねえぜ。俺らのチームとお前らのチームで捕まえ合いっこをする。ただし捕まえられるのはリーダーだけ。他の二人は敵リーダーから逃げること。先に敵チームを捕まえた方が勝ちだ。なるほどね。あんたらのリーダーは？もちろん俺様だ。おやび。じゃあこっちのリーダーは俺だぜ。へへ、そう来なくっちゃな。俺が華麗にショコラを捕まえてフィニッシュだ。全員捕まえなきゃダメって言ってるじゃん。お前みたいなノロマのマイキーすぐ捕まえてやるよ。こんな。まあまあ、お前が逃げ切ればいいだけの話だ。お前がやればできるところ証明してやろうぜ。じゃ、ルールのおさらいだ。二チームに分かれて戦う。パーカーチームとショコラチーム。リーダーは捕獲、メンバーは逃げる。先に敵チームを全員捕まえたら勝利。それでいいな。わあ。じゃあ始めましょう。マイキーが10秒数えたらスタート。いいわね？うん。こうして鬼ごっこがスタートすることに、ショコラちゃんを巻き込むことになっちゃったけど、本当に大丈夫なのかな。あ、いや、僕だって男だ。絶対に逃げ切ってやる。足めちゃくちゃ遅いけど。鬼ごっこスタート。おっしゃ、まずはてめえだ。そんな、俺走るの苦手だよ。ウェスカーは早速バリーをターゲットに猛ダッシュ。ウェスカーはぶっちゃけ運動得意じゃないだろうし、一番に目をつけられると思ったんだ。つうかお前、なんでパーカーとつるんでるんだよ。え、だってパーカーは俺のいとこだもん。そうなのか？初耳オブ初耳。パーカーは寂しがり屋なんだ。あんな風に威張ってるのも、ああしないとクラスメートに話しかけられないからなんだよ。だとしたらとんでもない空回り方なんだけどな。夜だって一人じゃトイレに行けないんだぞ。だから俺が一緒にいてやるんだ。てめえ、なんてこと言ってくれとんじゃ。おやびんにそんな可愛らしい一面が。今すぐ忘れろタコ。まあいいや。とりあえずお前退場な。ウェスカーはそう言ってブランコの前にバリーを移動させる。ここが退場した人の集合場所になるということだろう。ああ、ごめんよパーカー、俺役に立てなくて。
俺様が一人勝ちすればいいだけの話だ。てめえはポテトでもハンバーガーでも食って待ってろ。うん、わかった。さて、次はあの腰巾着だな。どこに行った？ここなら見つからないだろう。逃げるだけが鬼ごっこじゃないってね。あ、なんだこれ。ボロボロのおもちゃ箱だな。捨てられたのか？中身は。なんだ、今の声はジェイクだ。僕たちは鬼ごっこもそっちのけでジェイクの元へ走る。ジェイクは尻餅をついてブルブルと震えながら泣いていた。おい、一体どうしたってんだよ。化け物。ジェイクの指差した方にはおもちゃ箱が転がっていた。そしてその近くに立っていたのは、なんだありゃ。まずいことになったわね。ねえ、俺は一体。わからない。私も目にするのは初めてだから。あんたらはとにかく逃げなさい。早く、できるだけ遠くへ。早く、死にたいの？ショコラちゃんがそう言うと、バリーがパーカーとジェイクを担いで走り出した。ごめんよショコラちゃん。フェスカ、マイキー、あんたらも。いいや、俺は逃げねえ。僕だって。あんたらね。って来たわよ。あんたらとりあえず下がって。ショコラちゃんはそう言って赤い人形にパンチを入れる。すると人形は綺麗に吹っ飛んでいった。あいつは一体。おそらくだけど、あれは凶悪なおもちゃ箱、ボクシープーと呼ばれる怪物用。カラフルなおもちゃ箱と全身真っ赤な派手な色、そして手足は強靭なバネでできていて、飛び跳ねたり遠くの獲物を切り裂いたりすることができる。おもちゃ箱に体を自在に収納し、無防備に近づいてきた人間を一気に食らう凶暴性。そしてとんでもない飢餓性をはらんでいるにもかかわらず、獲物を待ち続ける忍耐も持ち合わせていると聞くわ。つまり？はちゃめちゃに凶暴で腹を空かせた化け物ってことだよ。正解よ。吹っ飛ばされたおもちゃ箱はバネをぴょんぴょん鳴らしてこちらへ猛ダッシュしてくる。食わせる。正面切って戦って勝てるとは思えないし、二人を逃がすのが先ね。二人とも、とにかく広い場所へ出るわよ。わかった。うん。ショコラちゃんに言われて僕たちは猛ダッシュで逃げようとした。だけど、うわっ、マイキー、もうダメだ。先に逃げさせないわよ。ショコラちゃん、逃げて。おい、ショコラ。一応チームショコラってことになってるんでしょ。リーダーの私が仲間を見捨てて逃げることはありえないわ。ショコラちゃんと言っても武器も持ってないし、どうすれば。万事休すと思われたその時。え、何これ。空から鉄格子のようなものが降ってきて赤い人形を閉じ込めたんだ。これ一体どういうことなの。間一髪ビター。うわ、同じ顔。ショコラちゃん双子だったの。いいえ、この子は私の弟のビター。ちなみにこれと同じ顔の弟と妹がもう一人ずついるわよ。どんな最強遺伝子だよ。つうか、この檻みたいなやつ一体どうやって。詮索不要、怪物捕獲。ごめんなさいね。こいつ重度のコミュ障で四字熟語でしか会話しないの。癖強すぎね。とりあえずこれ。ビタオ君はそう言って大きな豚を丸々一匹取り出した。いや、どこから出したの。というツッコミを入れる前にビタオ君は檻を開けて豚を放り込んだ。すると赤い人形はあっという間にそれを平らげ箱の中に戻っていったんだ。満腹になると家に帰る。その間に鎖でぐるぐる巻きにして回収。でもどうしてここが分かったの。最近この公園で野良猫死亡多発、見回り強化中。なるほどね。
最近この公園で野良猫の死亡事件が多発していて、母さんに言われて見回りを強化していたところ、偶然私たちが獲物になったってわけね。これで会話が成立するなんてことあるの？そこは兄弟パワーじゃね。二人とも今日のこと他言無用。誰かに言うなら記憶消去、誰かに言わなければ記憶は消さないでおくって。記憶を消すだ？誰にも言わねえけど、お前ら本当何者なんだよ。それは内緒。あ、でもここから逃げた3人はどうしましょう。さっき捕獲して眠らせて公園の入り口に放置、悪夢を打つ。あいつらは寝かせておいたから、目覚めたら悪い夢を見ていたことにしておけですって。あ、そっか。じゃあショコラちゃんとパーカーはうまくいかないね。せっかくパーカーショコラちゃんに告白しようとしてただろうに。あんな男こっちから願い下げよ。ショコラ恋の予感。違うわよ、あんなの絶対言う断り。じゃあ俺なんてどうだ？え？俺はお前みたいなはっきりものを言う女が好きなんだ。あら奇遇ね。私もあんたみたいな男は嫌いじゃないわよ。この状況でも動じないその根性もなかなか見込みがあるわ。びっくり仰天。でもごめんなさいね。私の結婚相手は親が決めるから、誰かと付き合うつもりはないの。え？一体どんなお嬢様だよ。ふふ、あなたが私の親に選ばれるくらいになったら考えてあげる。じゃあウェスカー、マイキー、この公園で好きに遊びなさい。それじゃあね。グッバイ。こうして二人は公園から去っていった。まさかボクシープーが出てくるとは驚きでしたね。ちなみに彼は SCP とはまた違った怪物なんですよ。気になった方はぜひ調べてみてください。さて、その後学校でのマイキーたちがどうなったかはこの後のおまけで確認してください。それではまた、バイバイチーン。あれ以来ショコラ全然公園来ねえな。気づいたら寝てたし、もう俺のこと好きじゃないのかも。いや、そもそも相手にされてなかったような。お前あの日以来ちょっと俺に冷たくない？ガキ大将してる親便よりただのパーカーの方がいいってことに気づいたんだよ。そうなのか？そうだよ、そのままのパーカーが一番だよ。フライドポテトは塩味が一番であるように。例えが意味わかんないから。あれ以来パーカーはすっかりおとなしくなり、バリーはパーカーのお兄ちゃんのように面倒を見ている。ジェイクは前のように分かりやすい腰巾着をやめて前より仲が良くなったように見えた。そしてウェスカーだけど。何してるの？ショコラの親御さんがどんな男を選ぶか分からねえが、まずは筋肉かなと思って。すごい頑張ってね。おう、僕もショコラちゃんが好きだけどウェスカーに勝てる気がしないし。俺とお前は今日からライバル。ほら一緒に腹筋しようぜ。ヘックチウイルス成敗。こんなのなんともないわ。誰かが噂でもしてるんでしょ。それよりあのボクシープーでトレーニングするらしいじゃない。早く行きましょう。 OK 牧場。意図せずモテモテのショコラでしたね。